西川は、女優さんなのに、なんでこんなカシャカシャ撮ったのかな、って一週間ずっと推理していた、と説明。司会の爆笑問題、太田光、ゴーニーから、名探偵みたいですね、といじられながらも、西川は、医者って、病院に来た患者さんの写真って結構撮るんですね。治療前と経過と治療後と、そうすると、割と写真を撮る関係になっていたんだろうなと、斉藤さんの場合は、ダイエットなので、ボディラインを抑えておかないといけないので、その中で、ちょっとおふざけがあったんじゃないかな、と、私は推理します。と医者としての経験を踏まえて推理を披露した。